皆様こんばんは、ポコチンです。今日は僕も皆様も大好きなお金の話をしたいと思います。ポーカー屋さんは儲かるのかとか、ポーカー屋さんはどうやって儲けを得ているのかっていうね、話をしていきたいと思います。僕ポーカー業界に携わって、まだ1年のペイペイです。ポーカー歴もまだ1年です。一応ポーカーをメインとした会社の取締役やっております。4店舗ほどね、まだオープンしてないのを合わせて携わっております。で、これを撮ってるのが2022年の1月で、来月2月にはですね、ビッグボス川越店っていうのがね、川越にオープンします。ポーカースポットです。ぜひお待ちしております。で、2月の6がプレオープン、2月11がグランドオープンです。で、プレオープン興味ある方は僕のね、あのポーカー用のツイッターありますので、そっちにねこっそり DM ください。お待ちしておりますっていう、経歴の持ち主です。で、今聞いていただいた通り、まだ1年しかやってないんです。1年でお前何がわかんのっていうね話だと思います。おっしゃる通りなんですけれども、1年やってみた、率直な感想をね、普通にここで話したいと思います。で、これはですね、インフルエンサーさん の、あのポーカースポットとか、今めちゃめちゃ儲かってるポーカースポットの方とはね、話とは全然違う話になると思いますので、そういう人たちは絶対ポーカー屋さん始めた方がいいって言うじゃないですか。で、僕がじゃあ今ポーカー屋さん始めた方がいいのとかどうって言われたら、なんて答えるかというと、微妙ですって答えると思います。で、この微妙な理由は後ほど話すとして、ただめちゃくちゃポーカー屋さん始める方がいい、メリットもめちゃくちゃあって、かなり新規参入しやすいっていうのと、新規参入しやすいからこそ微妙な点でもあるんだけど、新規参入しやすい、場所のビジネスだと思ってまして、家賃安くて、いいとこ見つければ、どんなビジネスでもそうだと思うんですけど、その維持費とか全然かかんないし、固定費も安いんで、場所さえ見つければ、ほぼ価値格かなと思います。コンサルも受けたまっております。っていう、感じがメリットで、それだけ聞いたら、いいじゃんってなると思うんですけど、確かに、そういう場所があれば、絶対やった方がいいと思います。で、じゃあ、なぜ微妙かって思うのと、ポーカースポットでどういう風に収入を得てるのっていう話なんですけど、様々あると思うんですけれども、大まかに言うと、2パターンあって、リングゲームと呼ばれる、キャッシュゲームとかっていう呼ばれ方もしますね。っていう、メダル争奪戦と、あともう一つトーナメントと呼ばれるものです。この2種類が主なね、ものになります。その他、お酒がメインだとか、ディーラーが女の子をこうね、可愛いコスプレしてるのがメインだとか、そういうのもあるんですけども、主にはこの2パターンでございます。で、この、じゃあキャッシュゲームってどういうふうに収入を得てるのってなると、メダル、ゲームセンターのメダルと一緒です。で、メダル、買いますよね。1000円で100枚とか。メダルを買って、お客様同士で、遊び合って、メダルが増えても減っても、実際どうにもなりません。で、メダルを持ってる期間が飲み放題とか、いろんなお店によっていろんなね、やり方があるんですけれども、それによってメダルのね、価格も変動したりします。で、毎ゲームごとに、礼器と呼ばれる、メダルの中から、で、5% だとか 10% とかを、毎回、お店側の手数料として抜かれます。で、メダルが、増えました。で、それは預けます。また後日引き出すときに引き出し料がかかるとか、そんな感じで、メダルゲームで増えた減ったっていう遊ぶっていうことですね。友達同士で飲みながら遊べるよっていうものです。これは結構ね、ポーカーの勉強にもなるし、めちゃめちゃ面白いし、売上システム的にもいいかなと思っておりますが、ここで一個だけね、個人的に思うのが、深夜できないんですよ、ポーカー屋さんって。風営法とかの関係で。12時ないし、長くてマックス1時とか、の許可が下りると思うんですけども、そこまでしかできないんで、多分ポーカーの遊びの性質上としては、お酒と相性が良かったりとか、深夜帯の方が相性いいゲームかなとは思いますので、そこできないっていうのは、結構痛いなと思いますが、それはできませんっていうことです。これが微妙とも、ちっちゃい1個のことですね。リングゲームっていうシステム的にはすごいいいと思います。で、もう1個はトーナメントって呼ばれるもので、このトーナメントをメインの売り上げとしているお店も結構多いかと思います。で、僕はこのトーナメントが現状ね、一番微妙かなと思っておりまして、一概にトーナメントって言ってもいろいろいっぱいあるわけなんですよ。自分たちで主催するトーナメントとかいろいろあるんですけど、主にね、チケットを買うわけです。本戦があって、本戦に出るためのチケットをお店側が買って、そのお店側がトーナメントを主催して、
このチケットじゃあ上位3名にチケット配りますよってやって、そこにバーってお客様たちがね入ってくる状態でございます。でここで宣伝なんですけれども、ビッグワンカップっていうね大きいトーナメントも主催しておりますので、よかったらいろんなところでサテライトやってますんでね、ぜひ取りに行ってみてください。っていう宣伝は置いときまして、まあ、こんな感じで、まあ、チケットを買うわけですね、お店側が。まあ、リスクを取ってですよ。で、これ、現状一番人気があるチケットっていうのが、まあ、JOPT と呼ばれてるチケットで、まあ、最終的に勝ち進むと、まあ、500万高の、渡航費、海外渡航費でね、まあ、その試合に出て、その試合の補助をしますよっていうお金が、大体500万だとか、まあ、だからその時によって値段違うと思うって言ったけど、そういうふうに出ます。で、そのチケットがめちゃくちゃ人気で、それを、こう、お店側が買って、じゃあ今日3枚出しますよって言って、その JOPT のチケットを取りたいがためにみんながブワーって来るわけなんですよ。で、この今の現状が微妙だなって僕思ってまして、これって実際お店なんも、すごくもなんともないじゃないですか。まあすごいのはまあ JOPT さんで、JOPT さんが広告宣伝やってくれてるから、だからチケットは高いですよ。チケットは高いけど、お店さんリスク背負って、まあ、その代わり広告宣伝やっとくからリスク背負ってやりな、みたいな感じの現状でございます。で、めちゃめちゃ集まるんですよ。で、この JOPT のチケット、まあサテライトっていうんですけれども、このサテライトメインの売り上げとしてるお店も、まあいくつかあるんじゃないかなと思います。で、これやっぱちょっとね、ほんと、微妙で、微妙っていうか、現状それでね、利益上がると思うんですよ。上がるし、それなりに上がると思うし、めちゃくちゃ人気なんですよ。すごい人がね、別、だ人気ないトーナメントとかもあるんですよ。人気ないトーナメントと JOPT やると、ここまで違うのかってぐらいね、人の集まりがね、全然違うんだけど、まあ、その分チケットもね、高いよってことで、まあ、微妙っていうか、これお店なんもすごくなくて、要はこうもう場所次第になっちゃってるところはあると思うんですよ。で、これからなんで微妙かっていうと、現状は大丈夫です。お店が増えるからなんですね。今ポーカースポットってめちゃくちゃたくさんできてるじゃないですか。だから競合がめっちゃ増えるわけですよ。もし近くにポーカー屋さんできちゃったら、こう、プライズで競うか、じゃあうち JOPT4 枚、5枚、6枚、7枚、で出すかもしれないけど、それお店が増えれば増えるほど、まあ、チケットの量が、まあ、1店舗あたり減っちゃう可能性があるじゃないですか。そしたら、ばらまけないですし、それ、まあ、同じような条件で出した時に、片方に、もしお店に寄っちゃったら、まあ、片方は、まあ、お酒うめえとか、接客うめえとか、なんか居心地いいとか、ね、いろいろな理由あると思うんですけど、いや、こういう感じで、その、今現状は、このプライズって言われるチケットだけで集客できているんですけれども、店が増えることによって、こう居心地とか接客に重きが置かれるようになってしまうんじゃないかと思います。そうなってくると、まあ結構競争激しくなってきますよね。で、まあ、僕がこう、一番良かったのが YouTube のビジネスなんで、YouTube のビジネスって、リスクほぼしょうがないんですよ。別にこれでなんかお前マイナスを被ることない。別にこれ動画で好き勝手喋ってるだけで何のリスクもないじゃないですか。まあまあ、それ変なこと炎上のリスクあるったりするかもしれない。変なことやってね。でもまあ基本的にリスクありません。だけど、その JOPT さんのチケットだとか、その他のチケットさんは買わなきゃいけないんですよ。買ってそれなりのリスクを背負って赤字になるパターンもまああります。それなりにあります。でリスク背負って上がりになるパターンもあるけど、でこれからもう店増えて欲しい欲しい欲しいってなったらチケットがどんどん上がっていくかもしれないじゃないですか。そしたらリスクさらに背負わないといけない状態になる可能性があるんで、まあ微妙かなっていう感じで、ここをクリアできるんだったら絶対おすすめです。まあ要はインフルエンサーさんとか、まあ面白店長とか面白接客できるとか、コンセプトがもう統一されてるっていうパターンは、それだけで来るじゃないですか。では、どんなトーナメントを主催したにしても、JOPT さん以外でも、どんなトーナメントでも集まるお店ってあるんですね。あと、リングゲームでめちゃくちゃ集まってるお店っていうのもあるんですよ。これは、やっぱりその、プライズに、こう、重きを置かずに、のお店で、なんか、雰囲気だとか接客とか、まあ、仲良くなるとか、まあ、お客様同士の、まあ、仲良くさせる、こう、仕組み作りとか、そういうのに重きを置いていると思います。で、こうなったら、結構うまくいくと思うんですね。で、あともう一個ね、まあちょっとこれはよくわかんないんですけど、理由としてはこう、カジノが日本にできた場合に、
その立ち位置的にどういうふうになるんだかなっていうのが、まあ、現状に、ね、疑問視されているところでございます。いやね、こうポーカー成長するにつれて、こうなんかメダルゲームちょっといやつまんねえなみたいなね、感じる方もいらっしゃるとは思うんですよ。趣味としてお酒飲みながら楽しんでる分にはすごく楽しいと思うんですけど、つまんねえな、金かけてえなってなったら、そうベガス行っちゃったりとか、ベガス行っちゃうまではやんないかもしれないですけど、これは日本でカジノができた場合に日本人ができるのかよくわかんないんだけど、まあ、そっちにね、まあ、結構流れちゃう可能性もあるかもなとは思いますので、それまでの練習段階、まあ、そこまでかもしれないですね。もしかしたら日本にカジノができた瞬間、なんかアミューズメントが結構ガタガタガタっと廃れちゃうかもしれないし、まあ今警戒しなきゃいけないのは、こう一気に流行っちゃってるから、一気に流行っちゃったら一気に廃れるパターンもまあ結構あるじゃないですか。で、お店もボコ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 進展できてるから、まあその辺をケアしつつ、まあチケット依存にならない、まあ要は、店の 何をコンセプトするか、ただやるだけじゃ結構厳しいじゃん。ただやってただけで今現状うまくいってる店舗って、まああったと思うんですけど、まあこれから先は結構厳しい、ね、まあ時代が来るんじゃないかなと思いますので、こうプライズ以外に重きを置いたなんかコンセプトだとかね、接客とかが重視されていくのではないんじゃないかなと思います。雰囲気とかもね、結構ゴージャスな店舗のね、お店とか、内装めっちゃ金かかってる店とかね、いろいろあると思うんで、まあ、競争はね、かなり激しくなってきてると思います。ただね、今現状、まだ、ここ、穴場スポットっていうのはね、まだいくつかあると思うので、都心にね、まあ結構バーってできてると思うんですけれども、まあ、穴場スポットとか見つけれればうまくいくんじゃないかなと思います。ってな感じで、まあ、何が言いたいかっていうと、これから厳しい時代が来るかもねっていうだけで、まあ、僕を含め、身を引き締めていかないとなっていうことでございます。以上がポーカーのお店の、まあ、収入源と、ポーカー稼げるのかっていう話でした。またね。